どうもこんにちは、タイマチン3号オフィシャル YouTube、 略してオフィシャルとお呼びください。今日はですね、何をするかと言いますと、皆様大変長らくお待たせいたしました。本日ですね、この良き日にこちらを行うことができます。お待ちください。はい、こちらでございます。寝台入れ替えを行いたいと思います。山本家、通称パーラー山本にですね、今ですね、大花火と猛獣王があるんですけど、そろそろね、お客様のニーズ的には寝台が欲しいんじゃないかということで、新しい台をご用意しました。さあ、そこでですね、やっぱり山本さんには喜んでほしいので、ちょっと今回偽の企画で一回山本を家から出しまして、で戻ってくる間に寝台の方セッティングしたいと思います。それでは皆さん、お楽しみに。さあ、というわけで、はい、タイムマシーン3号オフィシャル YouTube チャンネル、略して、オフィシャルでございます、いや、タイムマシーン3号なくなっちゃったよ。さあ、というわけで、鬼のツッコミが炸裂したところで恥ずかしい、ね、泣く子も黙る恥ずかしい、ね、結構おざなりでしたけれど、いやいやいや、泣く子も黙る鬼のツッコミが今バーンと、いや、YouTube チャンネルお願いします。タイムマシーン3号入ってないじゃないかよ。いや、もう泣く子も黙る。どこかだよ、ね、マムシの山本、さらにしつこいツッコミ炸裂しましたね、今ね。最初と変わってるじゃん、例え。さすがでございます。マムシってちょっと良くない例えじゃん。ツッコミ界のキラウエア火山、ね、常に熱いものがグツグツと煮えたぎっておりますけども、適当に今、なぎツッコミでしたけどね。なぎツッコミ、日本史メインのラーメン、なぎ、そのなぎじゃない、凝縮された旨味のツッコミ、あの、あんまりなぎ風が立ってないって意味のなぎ、ね、さすがですね、本当に自分はもう海だ。今日何、ほんでうっせえな何うっせえ、前段前段だ、今日中身ないの。やりますよ、聞いてないから今日に関しては。何やるか、ありますよ、ちゃんと考えましたよ、私。もうさ、突如カメラ回すのやめよ。いや、もうだから不安でしょうがないから。分かったんですよ、一、うん、回一回企画を説明するのがもうめんどくさいからどうせやるんだから。そう、いや、でしょ、リモートってのは分かるんだよ、だんだんね、簡略化していくの。もう、はいはい、打ち合わせしない、しないしない、もうこの日撮りますよだけ言って、あといてくれればどうにかなるからね、そうか、そうです、そうです。まあ、麻布集合の日もあれば、そうですね、発台集合、家集合の時もあるのか。あります、あります。分かりましたよ。今日はですね、何すんのよ。お菓子対決でございます。え、はい、どういうこと。スナックデュエルです。あー、なるほど。今回はですね、なんでスナックデュエルでなるほどって言うの。いやいや、俺初めて言ったぞ今。戦うんだろ、スナック同士がどっちが強いかみたいなこと。俺が知らないだけで当たり前の言葉なのかな。あー、スナックデュエルね。言わないんだよ、スナックデュエル。いや、今日はね、もうシンプルなんですけど、お互いの好きなお菓子を3つ並べて、カードデュエルみたいに戦おうかなって。なるほど。で、論破し合った方が勝ちみたいな。そう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 。あー、なるほどね。そうそう、カール召喚、うんうん、バニエビセンを3枚クリーチャーのチョコモナカ、降臨、入れよパイの実みたいなそのお菓子デュエルです。あ、なるほどね、スナックデュエル。あ、わかりました。で、勝敗は、ちょっと今回ガチで、ツイッターのアンケート機能を使って、どっちのお菓子が良かったか。あ、そんな近代的なことやるんだ。だからこれはもう本当に、今から、あそこスーパー、ちょっと早いとこスーパーあるでしょ。あ、ありますね、はい、お菓子を交代で買ってきて、あ、今から買ってくるってこと。そうそうそう、あ、なるほど、ガチで、なるほど、せーので勝負します。なるほど、これは戦法もあるからね。で、お互い戦わせるってことでしょ。そうそうそう、これ好みもあるからね。あるけど、やっぱこう一応デュエルバトルなんで、最初にやっぱりなんていうの、その外国のお菓子でスピード系でこう攻めて、わかんない、そのスピードがあるかどうか。相手の攻めをこう和菓子でガードしてみたいなルールがわかんないよ。一発逆転狙うんだったら、まあコストコまで行ってでっかいお菓子買ってくるってのもありだけど、ハリボーをバニン3体召喚して入れよひもきゅうね、こういうのやりますか。それに対抗してチキグミバン、何しまった、くそー、こうなったら墓場からパピコ召喚、分身パキン、ジュエルセットオンっていうのあんまり人気がない、ひし形の餅、うわー、ひし形の餅か、こうなったらひなあられを口にイン、慣れて全部の色統一ポイってのをやります。もう今やろうよ、これもじゃあ。ダメダメ、これないと。それでいいじゃん、もう別に口でさ、ダメダメ、想像でやったら面白くない。国際ルールがあるから、ちゃんと聞かせていただきます。じゃあいいよ、もう行ってきていいよ、はい、行ってきます、お願いします。まあいいよ、30分ぐらいいいよ。何か、お、そんなに選んでいいの。いや、俺もそのぐらいかかるもん。分かる分かった、じゃあ何買ってもいいわけね。そうだね、 OK、 分かりました。ちょっと財布、行ってくるわ、じゃあ。はいはい、よし、
信じてたでしょう。というわけで今からパーラー山本開店準備始めます。さあこっからがめんどくせえ。こっからですよ。頑張りましょう。どうしよう。あるね。はいはいはい。一回じゃあこれをねあっちのホールに運ぼう。こちら事務所の方から。帰りたい。帰りたくなってきた。よし。オッケー、まずこの2台。さあそして行きますね。ここにさっとね寝台が入ります。さあ、はい、よし、これ寝台です。よいしょ。上手になってきたな、スロット台運ぶの。よいしょ。おお、すごいすごい。おお、いいね。いいですね。いいね、いいね。早く皆さんにお見せしたい。よし、大事なオープンなんでね、みんな気合入れていくように。はい、 OK。 いらっしゃいませ。 OK。 いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、パーラー山本へようこそ。いらっしゃいませ。来た。はい、はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。買ってきたよ、お菓子。いらっしゃいませ。いやいや、おかえりなさい。ああ、はいはい、おかえり、いらっしゃいませって言われた。おかえりなさいませね。おかえりなさいませね。はいはい、開けます。いや、もうこんなとこ撮ってんの。で、買ってきました。はい、私の、おすすめのお菓子を買って。ちょっと待って、うちここだよな。あれ、何これ。ちょっと待って、なんかうちに信頼が入ってる。ちょっと待って、ちょっと待って、うち信頼入れた覚えないんだけど。ちょっと待って、え、お菓子買ってくるきっかけじゃないの。なんか信頼入るの。ちょっと待って、嘘でしょ。入りたくねー。だってうちでさ、 YouTube でさ、信頼ってもうそれしかないじゃん。マジで、これどっから持ってる。嘘かもしれない、たくねえ。嘘でしょ。え、マジで言ってんの。え、何、怖っ。おかしな企画じゃないの。うわ、なんかあるよ。なんかなんか寝台が入ったっぽいな、うち。嘘、寝台が入ったっぽい。うわ、来た。なんか来た。なんだ、なんだ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませって言った。いらっしゃいませ。はい、どうぞどうぞ、中へ。パーラー山本へようこそ。なんだパーラー山本って。初めて聞いたぞ。パーラー山本に来たのか俺は今。いらっしゃいませ。お菓子を3種類買ってくるっていう。当店持ち込み禁止でございます。当店いらっしゃいませ。ご遊戯のお客様でよろしかったですか。いや、まあ、やられた。あ、どうぞ、じゃあとりあえずこちらへ。はい、こちらのお並びになる線。お並びになる、こちらでお並び、一度こちらの方にお並びいただいて、うちのお客様にご迷惑となりますので。なんでチャにチャなの。すいません、ね、もうちょっと分かりやすいの貼ればいいじゃん、シール。チャにチャを合わせてみます。チャにチャに一度こちらの方をお立ちいただいて。いや、別にどこそんな気で来てないですけどね、私今日。ああ、そうなんですか。はいはいはい。ああ、でも、まあ、他にお客様もいらっしゃらないようですし。はいはい、今日7をつく日ですので。7つく日ですか、今日。今日7つく日です。はい、どうぞこちらお並びください、一度。え、何とおっしゃいましたっけ、ここ。あ、パーラー山本へようこそ。どうぞ。何、抽選を。
何抽選って。入場の順番を抽選を。整理券？はい。整理券配ってるのここ。抽選となりますので。いや、並んでないですけどね、誰も。そうですね、はい、この時点で、はい、まあ、ちょっと1から100まで入ってますんで。1から100まで入ってるんですか、はい、俺のティッシュ箱勝手に抜いて1から100まで入ってるにしちゃなんか、はい、ペラッペラっすけどね。よかったらどうぞ。いいですか、1番引いてください。おお、すごい、1番です。おおっていう茶番やめて。ありがとうございます。1番しか入ってないやん。こちらお持ちください、うんうんうん、こちらはご遊戯になる前に、はい、台の下に入れてお待ちください、うん、これ何の意味があるの、これ1引くっていうか、はい、寝台入ったの。寝台です。もともとうち2台あったけど、はい、すっごい迷惑な、はいはいはい、大花火と、はい、なんだっけな、猛獣王、はい、があったんですよ、はい、寝室それでもうめちゃめちゃ埋まってた。ないじゃん、はい、ないじゃん、はい、あそこに置いてたよ。あ、こちらすみません、事務所となりますので。いや、心の寝室だけど、あんまり事務所になりますので。ではですね、お時間となりましたので、入場していただきますけども、まずはですね、カメラの方先入っていただきまして。どうぞ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 入っていただきまして、それでは10時となりましたのでオープンします。デデデンデンデデデンデンデデデンデンデデデン。いやーマジでなんか一台あるじゃん、もう最悪。いや最悪。いやー、どうぞどうぞどうぞ前へ。うわー、マジで。はい、ご用意いたしました。寝台入れ、どっから買ってきたのこれ。そういや、はい、お前やってないだろうな。何ですか、そこら辺の店から。やってませんよ。なあ、苦労しました本当に。どうやって。これですか。うん、これだからもう浅草の職人に作ってもらったんですよ。一個一個手作りの。手作りで藍染めとかなのこれ。そうですよ、人間国宝に。ええー、はい、伝統の染め物で、うん、こんなもん作らすな人間国宝に。いただきましてこれ。おい、ね、もっと江戸切子とかそういう伝統的なもん作らせろ。江戸切子の技術をふんだんに使ってどこに使ってんの。寝台だからちょっとガクガクで楽しむ登りを楽しませやがってよ。いやー、あるじゃん3台。もちろんです。うわ、あるー、なんかある。うわ、めっちゃなんかある。やだー、すっげー迷惑だー。マジであるじゃん。いいの、じゃあ開けて。はい、それでは、うん、お時間となりましたので、うん、ぜひご勇気の方、はい、お楽しみください。いい、どうぞ。よし、うめし。よし。いやー、おめでとうございます。寝台入荷無事入りました。ヘイヘイヘイクレイジーファットボーイ。はぁ、あ、なんですか、なんでこんなもん持ってくる、うちにわざわざ。いや、超大変だった今回は。いや、超大変だっていうか持ってくる必要がなくない、うん、なんなのこれ。いや、マジでまず手に入らなかったな。いや、そりゃそうだろ。めちゃくちゃ探した今回。いやー、どう、今日どれ打ちます、今日も。いやいや、それ打つわけない。いや、意外と、意外と寝台には隣が出るみたいなね、ことありますよね。寝台が出るかなと思いきや。うわー、吉宗じゃん、でも。はい。はぁー、吉宗、ね、そうです。ついにうちに、めっちゃいいラインナップだね、これ。そうでしょ、うん、もう。たまにニュースで、違法な店が摘発されると、こういう、絵が一瞬出ますけども。あくまで良い子の。ああ、懐かしいなっていうね。そうですよ、うん、4号機でね。そうです、違法賭博スロット。そんなのないです。一つのメダルが100円するやつね。しません、そんなのないです。返しじゃないんだから。すごいね、これ動くのこれ。ほんで動きます。あ、そう。はい、さあ、じゃあ電源入れましょう。電源入れていいの。じゃあ入れましょう。すげえ。あ、お花火来た。お花火ジャバジャバしてるよ。あ、来た来た。今何が入った。もうちょい入った。もうちょい入った。さあ、登り取って。じゃあ行くよ。はい、よいしょ。わ、来た。行った。うわ、懐かしい。うわ、懐かしい。懐かしい。わった、これ吉村だ。うわ、めっちゃ打った。うわうわ、嬉しい嬉しいって言っちゃった、また。喜んじゃった。絶対嬉しいって言いたくないのにこの企画。嬉しいって言っちゃった、思わず。いや、すごいな。うわ、これ開店前、これよくこの光景見た。いや、どうぞどうぞ。いや、いいの、寝台ですから。これ、あれ、ちなみにコイン入れるやつで、またこれ、うん、不要気ついてます。うわ、マジ、ついに。あ、じゃあ音うるさくなくていいってこと。そういうことです。え、これじゃ入れなくていいんだ。はい、いや、本当にね、不要気なしを探したんですけど、不要気ありしかない。なんでなし探す必要が。本当にやっぱりね、ジャラジャラって音のファンが多かったんで。うるせえっていうファン。そうなんですよ。これも勝手に入るんだ。そうです。いや、めっちゃいいな。え、じゃあ打たせてもらっていいの。
でででんでんでででんでんあ、回転の音だ、あ、回転だった、回転、行きます、でででんでんでででん、うわー、懐かしい、いいね、うわ、回る、うわー、懐かしい、どこすんだっけ、そこじゃないよ、なんで怒られてんだよ、ね、どこのバゲが7狙うんだよ、バゲ狙うんかい、久しぶりだから、バゲ久しぶりだから、それとも何かい、回転数重視でお前演出あった時だけバッカ狙うタイプの人間かい、うるせえなおい、店員が挟んでくんな口、はい、こちらこちら、うわー、いい、ここ違う遅いバッカじゃないの、何ここなんてここのバッカをもう一回転で、もう一回転、もう時間なもう待てろ、もうすぐ、もうすぐ、もうほとんどお前がママさんかい、ほとんどお前が打ってんじゃねえか、俺に打たせろよ、ブママさんかい、ここね、そっちのじゃない、そっちはチェリーがついてない、あ、こっちか、そっち、あ、こっちか、ああ、うん、うわ懐かしい、これ設定もいじれんの、じゃあ設定もいじれますね、でもまあお店なんで設定はちょっとそこはガチでやらせてもらってますんで、おお、大ショット、おお、なんか演出いく、あら、おうわぁ、来た来た来た、なんでお前がやってん、なんでお前がやってやりてぇ、なんでお前がめっちゃやりてぇ、うわぁ、すげぇ、なんでお前がやるん、すぐなぁ、美しいこれ、うわぁ、カモンプションのやつだよ、これあるぞ、これでっかいカモンが出てきたら大チャンスよ、これ、あ、消化もしかも、他のアップしてる可能性あるから、うわやっぱ曲がいいな、楽しい、あ、てか、これ脱いだりすんだよな、キャーでしょ、まずキャーでしょ、あー、いいね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 、あ、でもさあどうだ、あら抜けたわ、ほう、早っ、対決もしないで、これ何がいいって、コイン入れなくていいのめっちゃいいね、あ、そう、ほんとそれがありがたい、ありがとうございます、ほんとにだってさ、普通こう50枚入れてたのよ、はい、なんか見て、これで1000枚入るのよ、そういうことでございます、これめっちゃいいよ、信頼なんで、うん、我がパーランド、これ設定6ってバケモンみたいに出るよね、いや6なんてめったにないでしょ、だってそうだよね、おーい、6打ちたい、6めっちゃ打ちたい、ただうちもお店なんでね、ちょっとあんまりね、そういうことは、なんかとぼけてるぞこいつなんかを指南してる、なんか読めってことかなこれなんか書いてあるぞ、あ、取扱説明書って書いてあるなんかレベル上がったっぽい、なんかレベル、なんかレベル上がったっぽい、うわ、なんか鍵持ってきた、え、これなんか戦いに勝った、そういうことだ、これ分かんない、ファイナルファンタジー3のこの感じ分かんないデレテテ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 、この戦いの意思を、あ、俺は見てないからってことかな、あ、なるほど、俺が見てないのに勝手にやるってことか、これ分けてよかな、ただただやってくれ、俺が見てない間に、俺が敵と戦ってる間に設定変えてくれたね、これ今のうちに、おい、このフィス1だったじゃないか、おい、ここ設定変えるんじゃない、いい、わ、来た来た、2、3、4、5、6で、叩く、あ、6だった、よし、6だった、よし、よし、よし、見てない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 、え、設定、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、何やってんですか、見つかった、え、はい、何やってんですか、話が違う、何やってんですか、話が違うよ、あなた、設定いじってましたね、違う違う、話、いや、あの警察行きましょう、警察、何やってんですか、
心優しい店員さんが、はい、なんかたまたま鍵がここに落ちてたんで違法行為ですよはめられた。あなたがやってることははめられたよ。恥ずかしくないんですか。恥ずかしい。お前だよ、人んちにスロット機持ってきて大の大人が3台も恥ずかしくないのか。早くやれよ。俺の FF の曲尽きたぞ。全部6です。夢の6いきました。チョコボン乗った。チョコボンに乗った。なんで。ありがとう店員さん。おーっと、ほら。うわ、楽しい。おめでとうございます。はい。寝台なので。ヤクルトくれた。オープンなので、どうぞ。本当にあるやつじゃん、これ。あまり玉でヤクルトもらうやつ。ああ、あの時の味だな。マジでパチンコ屋さんで飲んだヤクルトの味がするよ。ちょっとメダルの鉄臭い感じと。ああいいね。席。はい。まだ席じゃない、店員さん。今松だったんですけど松エース回避されました。お、またもしかしたらなんか予告出てくるかもしれません。やっぱり広角行きたいですね。うん。ほら来た、ほら来た。さあこっから来た。なんだ、広角入ったら広角チャンスですよ。行きますよ。ああ、おお、やぶさめだ。当たりちっちゃ。当たりちっちゃ。絶対当たんないじゃん、こんなの。なんだこれ、でも。ああ、だからまあ、そういう風にやってくれてんだ。なんかすごい。あれ、なんか。うわ、でかっ。ちょっとずつ当たりが落ちてぞ。でかいよ。いや、もっと大きいのよ、でも。そうなの。うん。そうなのってお前が知らない。知らない。全員、もっと大きいの大きいのよ。私は。当たり確定ぐらいのやつあんのよ。これはちょっと弱い。うん。もっと強いのあるから。もう一回来るかな。そう、でかいのあるから。あー、そう。もう十打ちない。もう十打ちない。もう十打ちない。うん。いいよ、いいよ。おー。おー、お、キリンだ。え、キリン？お、あれ？なんで？やった！え？あれ？いい加減にしてやがった！なんでお前サバちゃん入ってんの？ねえ。ちょっと待って、どういうこと？ねえ、違う、俺の虫胸はねえ、違う、なんで、違う、俺の番じゃない、今日、ね、ほら、だからほら、ね、こっち設定入ってるって言ったじゃん。違う、俺が今日楽しい番じゃん。何言ってんの。忘れるも何もしない。なんでお前のここにサボちゃん入るの。テンションだお前らで、テンションすっなんで店員がテンションお前が直せよこれ。ほぼ出てきてないけど。お前が直せって。ああ楽しい、こっち。あ、こっち吉宗。ほっぱいらない。ああ出てた。ほっぱいらないから楽しいわ。やっぱコイン不要金が一番だな。楽しいと。帰ろうかな。帰ろうかなじゃない。早く当ててほしいな。そうだね。これ当てたら俺こっからガロみたいに出てくるから。いや、これ吉宗やってっからガロいらないから別に。ブー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 。スロットやってる。俺スロットやってんのよ。ガロこれだけで十分楽しいから。ブーブーブー。いらないから。それやりたいの早く。何？米だからな。米米米米。米の時出てきたら。米米米。切れないの、ガロが米の時出てこられても。あ。タワラ揃えました。タワラ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 。迷惑です。何やってんの？食事休憩。食事休憩の札あるけど、誰がパチンコあるあるやれっつったよ。30分しかないから急がないと。あるね、食事休憩ね。うん。だね。時間かかるやつね。いや、このあれなんだよね。出てる最中の食事超うまいんだよね。ハンコ。そう。食べ終わって叩いたらでで。そうそう最高。ででってね。わかるわ。お、白ひめ来た。あ、どうだ。あ、ここ入った。よし、ここ入ったぞ。いや、入ってくれ。ここら辺で。いや、頑張れ。頼む。その頼むはさ、帰りたいから頼むってことじゃない？頼む、俺を返してくれ吉宗。ああ、もうか、早い早いな、早いぞ、やけに。あ、一気に53。どうだ、なんか熱い数字になってきますよね。あ、
え、対決まで行ったよ。それは対決なの、こっから。よしよしよし、行くぞ行くぞ。はいはい、行け行け。あー捕まっ、こっから行くぞ。終えた、おお、行くぞ行くぞ、復活したぞ、行くぞ取る、行くぞ行くぞ行くぞ。よしむら、あと行け、よしむら、行け。ついにやっとだわ。ただこれ、なんだった、ただこれが化けってから止まるからね。いや、さすがに、うん、芸能で食べてる人間は引かないよ。そうだよな、うん、いくよ、お願いします。よし、楽しい、いやー、やっとだな。汗拍手が出ました。いやいや、これそれ依存症じゃないから、もう違う何かだから。楽しい、楽しい。思ってたのと違う。今回もほら、足の匂い嗅ぎ始めたよ、もう。嬉しすぎて。ありがとうな。足の匂いを嗅ぎ始めたよ、怖いよ。怖い怖い。ありがとうな。決まっちゃったよ、ほら。嬉しくて、ほら。脳汁が出すぎて。いや、こぼれますよ、脳汁が。いやいや、どういう状態、どういう状態。先生、決まらないで、あの、揃えてもらっていい、ちょっと揃えてもらっていいですか。お願いしますよ。さあ、真ん中ね。いや、どう、どう、行っていい、行っていい、行くよ、行こうか、行くよ。ダブル、頼む。よし、ちょっとビッグ確定だよね。ビッグは確定。行きます。やだー、いやー、すごい、ありがとうな。いや、嫌なのよ、俺が、俺が嫌なのよ、俺が嫌なの。ありがとうな、ありがとうな、ありがとうな、すごいかもしれない。皆様もこうならないように、ぜひ、ありがとうな。いやいや、俺が嫌なの、ありがとうな、本当に。ちょっと気をつけて、押しちゃわないように。よし、閉めていくわ。オッケー、閉めていきます。おー、楽しい、よしよしよし。あとここ光れば。どうやって打つんだっけこれ。いや、もう出ると思うよ。打てばいいんだっけ。いきます、吐き起こしね。うわ、なさい、あ、ばあさまだってな。懐かしい。なんかチャキンってなったら狙うんじゃなかったっけ、確か。いや、あると思うよ。そうだよね。あとはもうずっと俵が揃うとか。そうだよね。もう忘れてるから何で俺なんだか。とにかくこれ15名取りまくってんの今ね。そう、おー、楽しい楽しい楽しい。いや、怖い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 。燃えろよ燃えろよ。ほら、キャンプファイヤー始めた。死ぬね、燃えろ。すごい、楽しい、ビカビカしてるよ、楽しい。いや、1ゲーム連ならずだったけども。うわー、でも、いや、ナッツ11枚取れました。すげー、やした。こっからがちょっと200まで回させて、192まで回させて、な、当店の、いや、ちょっと営業時間が、本当に失礼します失礼します。192まで、本当にいるんですよ、そのホールでもね。もうホタルの光になってんのに、あとちょっとだけ回させてくださいっつって。うわ、もう絶対、もう大丈夫大丈夫、これ間違いなく合格入る。絶対合格、ほら、もう止まらないもん。よし、合格入る、よっしゃ、おお、え、何これ、高刈りだ。ちょっと待って、高刈りだ、高刈り、高刈りなんだっけこれ、熱いんだよ。うわ、マジ。高刈りからボーナス当選すると、うん、次回193ゲーム以内のボーナスが確定となります。マジ、おー、来た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 。
さあボーナス確定ですぞみたいな字いなかったっけこれ。いるいるいる。いるよね。仕留めて。あれ。あれ。高刈りです。あ来た。あびっくりマーク。びっくりマークだぞ。どうだ。どうだ。お。なんか熱くね。なんか熱いぞ。おおおちょっと待って。びっくりなら揃ったよ。揃った。ちょっと待って。関。智弘。いや下の名前で呼ぶな。これ。リーチ目じゃないもうこれはリーチ目だねびっくりえちょっと待ってちょっとジーヤいるんじゃない次ジーヤいるんじゃない行って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 これはジーヤなんじゃないもしかしてはいはい取りました取りましたそれも取ることはついてうわ来たんじゃないこれうわいやすげえこれはすごいちょっと待って飯食ってくるわ俺いやいやいや邪魔だから迷惑だからお客様気持ちいいこれちょっとめっちゃ気持ちいい行きましょう行きますうわーちょんちょん八大将軍ですありがとうございます私が八大将軍ですありがとうございますおめでとうございますそれやめてくれるかなこの靴下かぐのはビッグの匂いする気悪いからさあこれがな靴下の匂いつけないやつだったこれじゃないシンプルにあこっちこっちこっち靴下の匂いが好きな人間でしたちょっとこれがビッグだったらなおもう高刈りで190また何回ってんでしょそうだねすごい一回揃えるわじゃあまあいいか、はあ、さあいきますはいよし連続ビッグです来ましたよっしゃこれでもう1422番気持ちいいジークはさあジークは叩いた瞬間に光ればもう1ゲームレああ気持ちいいチュキってなるんだよねなるなるオッケーそれ待つしかないもんああ緊張するああ楽しい緊張っていうかもうするときするからああ楽しいああ楽しい一回よ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 大丈夫です何やってんだよお前よ出ませんって何やってんだよ一回じゃこっち回ってんじゃねえかよああ悔しい1400枚よこしおたはあマックス取れました嬉しいありがとうありがとう。さすがだね。ありがとう。ありがとう。いきなり降格もあるよこれ。そう。いきます。ちょっと待っててな。今すぐ出すから。全然ホールの営業時間守ってくんないんだけど。あ、悪くないよ。降格いくかな。あ、いきなりだ。いきなりだ。一人か。何もあるよあるよね全然ねうんあるよハーレー来いもう一回あれいきますはいおっしゃドーマ復活しました復活しました行くぞ行くよハーレー来いハーレーハーレー来ましたコンビでハーレー俺だけハーレーよっよっしゃ大丈夫お店終わってます困りません山ほどのビッグがお客様お店の方がですねもう終了時間が G だけ一回らしい G だけここで終わったらもう終わりでいいからもう G だけね今日何回目のビッグでしょうかってやりましたチャキチャキチャキ長い上でしょうかお客様営業時間がお客様営業時間がもう過ぎております G でいきます1ゲーム連見してるからなちょっと待って1ゲーム連見してるからなちょっと待ってよもうこうなったらもうあとはもう1ゲーム連だぞ任せろ罰金しかないよああ任せろ3回引いた今日も3回引いた大丈夫絶対言ってるから2000枚2000枚だろこれでああ楽しいああ楽しいああ楽しかったはい終了ありがとうございますいやー素晴らしかったですねいやめちゃめちゃ気持ちよくできましたいやそうでしょう、はい
また、ね、本当によっしゃ、もう帰った、ダメだ、もう帰ろう、ダメだ、こんなやつ、帰ろう帰ろう、はい、ありがとうございました、皆さんね、こうならないように気をつけてください、はい、ごく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 さようなら、失礼します、ごくごくって、ねね、ちょっと見て見て見て、お、入った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 入
え、電源入れていいの？じゃあお願いします。お前これいくらすると思ってんだよこの電気代。いや、この台がいくらすると思ってんだよ。いやいや知らないよそこは。俺猛獣王と大花火で2万いってっかんで、ね、電気代調べたら5人家族だってよ。5人家族でも行かねってよ。あ、そうなの。うん、電気代2万なんか行かないよ5人家族でも。山本、殿、じい、姫、どんちゃん。めっちゃ不要増えたじゃん。で、ペットがゴリラ、ダチョウ、ライオンだから、まあ、ちょうど5人家族だ。行くな。ちょうど5人。3の1の1だから。俺めっちゃ不要いるじゃん。いるいる。働かなきゃ。ペット禁止だからここあんまり言わないで。俺家族にじいいるの。じい、殿と姫まだじいがいるの。いや、じいもいる。払えてくれないんだけど俺。あと、どんもいる。私がその店長である主任なんで、うん、お願いしますね。はい、珍しくあのフード付きの店長、はい、フード付きの主任なんで、世にも珍しい。あんまりこうフード付いてないですけど。イノセントワールドのジャケットだからね。あーってやってるさくらさんが、そうそうそう、ブラックイノセントワールド、誰がわかるの？ねえ、世代がさ、世代が全部夜号泣ってさ、イノセントワールドのジャケットじゃねえかってさ、誰が笑うの？タメだ、タメのやつらが。二十とかさ、タピオカとかで笑ってるよ、みんな。あと、これもそうしてほしかった。また寝台入れ替えろと。いや、違う、コイン不要器を2個用意しろじゃない。これに不要器のついたものも5台になっちゃうから。こっちは全部要望通りやってるんですからね。違う。あなたの。コイン不要器の。被害者みたいな顔してますけど、こっちですからね。コイン不要器をもう一台作るって言うんじゃなくて、はい、これにコイン不要器だったらよかったのになって話よ。フリですよね。違う、違う。ああ、ちょっと違うか。まあそれぞれ人間だから癖があるけど、お前のレバーの叩き方は超腹立つな。なんで？やっていつも。それなんか真ん中の指でさ、しなる感じでペンって言うのさ。これ？うん。超腹立つんだけど。え、どうやってやる？いや別に。どうやってやる？いや普通にトンってやればいいんだけど、うんうんうん、なんか押した後に。うん一回バウンドするなんかサーンっていう、それがちょっと腹立たしいなって。出来にしようかな。これこうして、これ、あ、OK かな、なんかこれで、はい、これで OK です。はい、ありがとうございます。はい、逆だろ、立場逆だろ、なんで俺がこれ直してんだよ。いいな、サバちゃん。サバちゃんです。いいな。店員さん、店員さん、お前だろ。おい、お願いします。店員さん、いや、この間ね、コイン補充じゃない。はい、お願いします。いや、なんて俺が急いでください。いや、コイン補充しなきゃいけないんじゃないですか。お願いします。はい、はい、じゃあやりますね。はい、少々お待ちください。うるせぇ、うるせぇ。はい、お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございますじゃないんだよ。お前がやれよ、これ。なんでお前の補充ずっと俺がしてるの。いや、おかしくね。出るな、腹立つ。いや、せめて取れよメダル。なあ、せめてさ、さてと、高見飯送ってやろうか。何食べたい、今日何食べたい。腹立つ。いや、僕まだ一個も当たってないですよ。ああそう、はい、当てないと誰よそれ取って。知ってますよ、そういうもんですよね。最長老様、最長老様、生くせの最長老様。いらっしゃいませ。最長老店長。気持ちいい、ノーストレス。やったー、ありがとう、本当に。うん、打ちながら感謝の意を述べながら。いや、本当にありがとう。いや、嬉しいわ。いや、すくすく育つといいの、子供もな。いや、片手スロット打ちながら、あ、いやいや、息子の成長を願ってくれてる。元気だな、子供。うん、複雑だな。ちゃんと可愛がってやるよ。いや、この時間がなきゃ抱っこしたいんだ、俺は。